はいどうもファンネルです。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムの続きをやっていきましょう。すみませんタイトルがちょっと詰まりましたが、今回は、ちょっとストーリーから離れまして、ちょっとね、動画外でいろいろ探索して、もうだいぶもうマップもね、広げまして、で地下の方も結構、まあ結構ってもまだまだあれなんだけど、この辺とかオープンにしたり、あとちょこちょこね端っこの方オープンにしてあります。で今回まあその動画外でやってて、結構地下探索でやっぱ正気が困ってきたので、もう武器もね使い物になんないし、ちょっとね、ハイラル大森林行って、多分ねここにマスターソードあるんで、もういよいよ取ってこようかなと。まあライフとかの関係で、取得できるかが分かんないですけど、マスターソードとりあえず行ってみたいなということで、一回ここ飛ぶね。で確か迷いの森になってたと思うから、上からそのままコログのところ行けるかどうかがちょっと怪しいんだけど、まず行ってみよう。でライフの方も私今ハートが14個だったかな、足りるか足りないかがちょっと記憶曖昧なんだよね。あの前作であればね、前作って12個だか15個だかだった気がするんだ、必要なのが。だいぶ12個と15個では全然違うんだけど。はい、まずはじゃあ上空に飛び立つ。あ、そうだ、あと言うの忘れたんですけど、ゾーラの意識装備見つけました。まあなんか宝探しクエストみたいなね、ちょっと待ってね、出てきまして、それで、ゾーラの兜とスネアテゲットしました。結構面白かったね。あとそうだ、もう一個これも宝探しみたいなので、あれですね、神獣兵装ルッタ、バールッタはの意志はここに生きておられました。だからまあ神獣って多分登場しないよね。でまあこれって、古来ゾーラの民を守護する戦士が手にした兜って書いてあるんで、なんだろう、前作のバールッタはこの兜をモデルにしたの、いやでも神獣って時代がよくわかんないんだけど、まあ いいよね。まあ入手しましたということで、まあだから4神獣全部装備あるんじゃないかな。とりあえずハイラル大森林行ってみたいと思います。あとごめんなさいね、いっぱいあって、これもゲットしました。これは、まあ、マップ見ていただいて、ごめん撮影した。地下マップの今あと2つバッテンついてるとこあるんだけど、この古びた地図が示す場所っていうところで、まあ、マーカーつけてる意味はもうないんだけど、ここもバッテンがあって、ここに行ったらありました。で、まあ、なかなか強い敵もいたので、かなり苦戦したので、まあそれもあってね、ちょっと今回マスターソード取りに行こうかなと思ったんですけど、だからまあ時間あればこの古びた地図、この辺は多分行けると思うんで、近場にワープポイントあるんでね、まあまあまあやっていきましょう。でごめん、ハイラル大森林は全然真後ろだ。この正面よね、方向合ってるよね。ああでもきついかな、待って、上って降りれるとか、こっちの方が地形のか、こっから降りるか、ごめん。で今なんだろう、伝説の装備は帽子しかないんで、これだけだとちょっと不格好なので装備変えましょうね。本当はリト族の髪飾りっていうかね、あれが欲しいなって思って、まあ買えるんだけど、お金的にもまだ買っておりませんので。ここちょっと寒いんだね。で下だな、こっち側にから降りたいんだけど、まあどうせだからこの射出使いましょう。あとそうだ、もうごめんね、動画外でめちゃくちゃやってたので、いろいろ進行できることが増えて、素材で、これ、ゾナエネルギーの結晶110個になったんで、多分バッテリー1個入手できます。だからバッテリー製造機のとこ行って、もらってこようかなと思うんだけど、もうちょっと回すね、待ってね。まあ、今回の動画でできればね、もらっていきたいなと。射出よし。あと下のゴーレム倒すのもいいなーって思うんだけどね。あれ動画内で倒したよね一回。
ああ待って、これハイラル大森林の上にこれなんか変な遺跡あるよね。これん？これだよね多分。変なの。ここ攻略しないともしかしてマスターソードもらえないのかな。一回こいつ倒すか。強いのかな。多分倒したことあると思うんだけど。待ってね。そしたら装備を。これ、粉砕剣にすれば多分一瞬で終わるし、こっちの方がいいかな。夜光岩ロックハンマー。水に濡れると高い攻撃力を発揮するなんだけど、これって、自分に水飲み当てたらどうなんだろうな。雨の日に多分すげえ強いんだけど、でもいいか。あれ？これ、あ、あいつ、ちょっと待ってね。足についてんな。よっ、ちょっと待ってね。よし、OK。で、間違った。一回水飲み自分に投げていい？よっ、ビシャー！かかんないわ。ああ、このゴーレムはでも弱いですね。あっという間に倒せそう。あれ、私、しかもあの、この、なんで、クリスタルみたいなのまだゲットしてなかったんだ。シード叩いてくれた。ありがとうね、シード。しまった、ミスった。ナイス。おお、これだ。これで終わる。オッケー、行くよー、ドン。で、こいつから素材が出るんだが、追跡台車。このぐるぐる回ってんのどうすかな、持ってくか。ちょっと悩みどころだな。この、投擲槍にくっつけちゃうかな、耐久力めちゃくちゃ高いんで、よいしょ。これどうなんの？名前。コアブロック粉砕槍になったね。うん。これで岩系を破壊できますと。んで、じゃあこの装備に戻して。ごめん、じゃあちょっとこれ持ってきたいんだけど、あんな上に持ってかないといけないのか。あっちにあるかな？戻れるところ。戻るためには、ちょっとお時間かけさせてください。一応、ジェットで行くか。ジェット使って、上に上がればいいんだね。あ、でもめちゃくちゃ上だよね、これ。ジェットアホほどつけるか。どこまで上がれんだろ、これ。ちょっと待ってね。もうちょっと上に上げとくね。あ、上がんねえな。あれ？あ、そっか。上にあるロケットも邪魔してんだ。いや、ハイラル大森林行きたいのに。その前に、忙しい。で、あれ？これくっついてる？あんなさ、あんなとこにつけてても飛べないよね、多分。飛べんのかな？真ん中に。よいしょ。いくつくっつければいいんだろうな。一応4つでいけるかな。バランスちゃんとしないと危ないと思うんで。いっぱい落ちてるわ、落ちてるがな。でもこれ全部つけるのはアホよね。ロケットはバッテリーっていうよりは、なんだっけ、ロケット自体のね、耐久力が、なくなって終了みたいなとこあるから。上がれ！これで、ああ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。あとは、私の、ゾナウギアの扇風機でいけると思う。よし、ちょっと待ってね。これで、まあ、向きだけ注意して。この向きでいいかな？ちょ、邪魔。この辺につけて、ゴン。ちょっと角度良くなかったな。ちょっと待ってね。一回止めて、これだけ外して、で、今度ここにつければ、ちょうどいいかな。早くしないとこの下の足場も消えちゃうので、ちょっと上すぎたね。でもまあ石を落とせば
回やめて、うん、ちょっと角度変えるね。なんだ鳥が鳴いてる。よっ、あー変な回転しちゃうな。でももうこの辺で大丈夫だろう。外して多分大丈夫。ちょっと見えないのが怖いけど。よし、ちょ落ちんな落ちんな落ちんな。あーあーあーあああやっちゃったよ。これってどうなんだろう。え待って、何の音。あここもあれがあるんだ。じゃあまた行かないといけないの。うわめんどくさ。これじゃあちょっと動画外でやっとくわ。高さが合わなかった。なんでこれだけ一回起動しとくか。これ多分起動したことなかったと思うんで。よし、そしたらゾナウエネルギー、あー間違った、めちゃくちゃ使っちゃったね今。よし、ガチャを回します。さあいっぱい出てきました。持ってねえのはなさそうだな。もうほぼほぼゲットしたと思うんで。お、ここもでも足場作っとくと後々楽かな。あれっていうかポイントになってんな私。これポイントにしてたんだね。クリスタル復活した？してないよね。これ下に落ちちまったらもう戻せねえよな。赤き、あの月っていうかブラッティームーン来れば戻るかな。ちょっとその辺分からんけど。さあじゃあ行きますよ、ハイラル大森林。あでもブロック戻ったな多分。ブロック戻ったけどいいです、別に。また登っていくのめんどくさいんで。よし、あれ戻ったよね、あのレーザーがここを、あ戻った。まあまたあのゴーレム倒せばいいんで、あのブラッティームーン来ちゃったらね、それはそれとして。よし、こっから降りれば多分あっちの奥のこれ気になるんだよな。ここ何なんだろう。行くことになりそうなんだけど今回。ただまたごめんなさい、無駄に時間を使いまくっておりますね。使いまくっております。一回降ります。なんかやばくないこれ、ハイラル大森林。ちょっとやめとこうか、足場あそこに着地しよう。このままでも行けそうなんだよな、上到着した段階で多分場所の名前出ると思うんだけど。ここでもあれ使えんのかな、多分届かねえんだよな通れルーフ。このあとでもまあまず下行ってみよう。これ水あるから着水できんじゃない、このままで。まあパラセール使うけど。ワープポイントはなさそうだね。よっ、着地してコログいるかどうか。いやいないな多分。あ羊ゴーレムだこれ。儀式を受けるならばこちら。なんだろう、この暖かき日の光は体も心も温まる。ようこそ飛び込みの儀の挑戦者様。お、あなた様の勇気を示すときは今、いざ飛び込みの儀を。飛び込みの儀？ご存知ないとおっしゃる？これは失礼。ではこれよりご説明を。飛び込みの儀はゾナウの若者が勇気を示し大人へと成長を遂げるための試練。ここより遥か上空の空島より飛び立ち、定められた時間の間に全ての円環をくぐる儀式。試練を乗り越えれば証として特別な衣装を授与させていただく所存。ではどうぞ勇気をお示しに。やります。ではまずコースの下見を。すべての円環をくぐるのが目的、制限時間はなし。ではご案内を。端末を認証して開始されよう。お、
端末ってことはなんだこれは。ワープポイントなんだ。おう、いいね。これで今どこなのこれ。え、自動で上まで行ってくれた、もしかして。はい、輪っか、こういうの全部くぐんないとダメなんだね。ここどこなの。あのゴーレムちゃんはどうやってここまで連れてきたの。合流を示す島。ちょっと待ってね、これ多分一番上だよね。あ、そうだ、どうやって来たんだよここまで。まあやりますか。飛び込む。はいはいはい、動くのね、輪っか。楽勝だと思うが、やばそうだったらパラセール使えばいいんだろうけど、制限時間もあるっていうから使ってる暇がないのかもしれないね。この光をたどればいいと。で、前もって動く方向に移動しておいて、あ、これきついかも。これいけんの？いった、よし、これだったらいけんじゃない。着水。まあ、まず訓練だよねこれ多分。これは制限時間なしだったから。あ、で祠ができると。ゴー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 、これは祝福だな多分。よし、行ってみよう。羊ゴーレムに一回話しかけてみる。でも待てよ、まあいいか、話してみっか。お疲れ様。下見とは思えぬ良き飛び込みぶり、本番でも良き結果を望む。ではいざ飛び込みの儀をよろしいか。ちょっと待ってね、残念至極。ではまたの機会に。一度待て。あっち触っておこう。ここじゃない、あの一番上が良かったんだけど。ワープポイント、しもしわか。さあちょっとスキップします。入っていきます。まあ多分ラウルの祝福だと思うんだが、まさかここで飛び込み関係の。なんかめちゃ暗いんだけど。あ、これあれだ、裸一貫でやるやつだ。ここは古の蛇を封じ浄化せしむ祠。これより先道具を持っての侵入を禁ずる。一瞬の戦い暗闇。これねむずいんだよ。で道具がもちろん使えないから、ただ道中でそうゾナウギア関係はあるんだけど、ちょっと待ってね、木の棒か、木の棒にライトをつければいいのか。どうなんだろう。あ、つけられない。あ、ライト立てか、ごめん。拾ってライト立て。ちょっと待ってね。これ待って、角度むず。ここにあったよね。これって登れんのかな。あ、登れない。やべ、バレた。これバレると木の棒しかねえからな。こいや、眩しいなお前。どうすんだ、来い、かかってこいや。盾壊れちゃうんだよお前、早くしないと。しまってね。素材外して、来い、よいしょ、オッケー、倒せればいいんだけど。よし、やった。まあこうやって稼いでいこうという感じでしょうな。盾がぶっ壊れそうなんだが、なんだ、誰かに気づかれた状態かな。ちょっと待ってね。はいはいはい、落とし穴はねえだろう多分。なんかある。古びた木の盾ね。よし。あ、でもいいか。とりあえずライトにしといてんで、武器何入手した？あれ、なんか取ったよね。あ、これか。
長い棒か。あ、そうだ。ちょっと待ってね。これをポーチから出して。あれ？なんかそういえば、あ、拾ったか、これ。手に持つ。置いて、違うんだ。ごめんなさい。グダグダです。手に持つ、置いて、スクラビルドで、木の棒につけて、ちょっと攻撃力アップさせといて、思ったとこに、やってくれないんだが。ライトだってもう壊れそう。弓がねえからな。その道登れねえしな。あれ待って。バレた。どこ？どこ見てんの？リンク。ちょっと待ってね。どこ行った？壊れちゃうよね。来てくれるの待った方がいいのかな。いや、暗すぎて見えねえ。気づかれるか。どうしたもんかな。こっちから行かない方がいいのかな。ちょっと待ってね。明かり花も使えねえし。お、危ねえ。あれ光ってんの何？あ、ライト突き立てか。さあ、これきっついな。めっちゃクソ時間かかる。お、やってきてくれるなら楽なもんだ。ああ、これ燃えちゃうな、木の盾多分。ちょっと待ってね。よっ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 。強い。熱いけど我慢しろリンク。ちょっと待って、ね、いや壊れた。こいつがクソ強なんだな。よし。でこのルビーはなんだっけ、魔法の杖につけると、まあないんだけど、ルビーの剣、ルビーの剣になってんのか。ちょっと待ってね。スクラビルド素材外して、で、ごめんなさいね。お、これもついたな。これってゴーレムの弓にさ、つけられんのかな。ちょっと待ってね。いや、無理だな。手に持つ、置いて、スクラビルド。まあ、剣にしかつけられねえわな。じゃあ、ごめんなさい。ルビー一回回収して、私がやりたかったのこれ。手に持つ。で、これを。よいしょ、ケイ。強剣にして、強剣にして弓も、でも矢がねえのか。矢がねえから今撃てねえから。で、盾はこっち装備して、いや、ごめん、グダグダだけど。あとどこにいる敵？あっちか。行くか。これは、じゃあ眩しい。ちょっと待ってね。これ、何やってんだ、こいつ。熱っ。よっ。よし、ちょっとご利用したけど。あ、これで全員か。道具の金を解こう。道具の金はいいんだけど、暗いまんまでしょ、ここ。光つけてほしいんだけど。開いた。多分どっかに宝箱あると思うんだんで、待ってよ。明かり花もったいないけど、投げれば分かりやすくなる。上とか何もないよね。一箇所ぐらい宝箱あると思うんだけど、なさそうね、これ。待ってね、あっち気になるな。あっち、これ何？足場になってる？違うわ。これ肥料かい？こんなとこに置いてあったんだ。んで、まあいいか、宝あろうがなかろうが。行きましょう。あ、てかここにあったわ、ごめん。見逃してた。
はい、あかり役今あってもなというところです。あ、そうか、料理いっぱいか。がっつりちょっと作ってあるので、どうすかね、あかり役あるなら、私体が光る薬1個ぐらい作ってたと思うんだけど、それを、てかまさにあかり役持ってるし、この辺いらねえよな。よし、今ほのかーに体光ってますんで、あ、明かり役ゲット。ほのかーに光ってるんで、多分こっちの方ほら来ればちょっと見えると。ただもう後の祭りというかね、もう必要がない。さあこれで祝福ゲットして、あと1個ライフこれで上げられるんで、祝福の光が4つになりました多分。はい、4つ。そなたの力となるであろう。さあこれでじゃあ、OK だとして、ハイラル森林、ちょっと大森林行く前に飛び込み脱ぎ終わらせちゃいますね。まさか祝福じゃなくてあんなめんどくさいことをやらせられるとは思わなかった。で、忘れる前にじゃあここもガチャ回しておきます。ちょっと何が出るかなっていう感じなので、ゾナウエネルギー関係の素材を、ちょっと待ってね、さっきのであったのか、ないね、ごめんなさいね。 あったあった。これで、手荷物で、よし、ガチャ回します。ライトあたり出るかな。しかしここでライト出たら、あ、バッテリー出たな。スペアバッテリー、これ結構欲しかったんだよね。なんでかんで、なんか使えそうなので。あ、ライトも出た。もしかしたらハイラル大森林めちゃくちゃ暗いのかもしれない。そんな予感もしております。見事。はい、美しき星々の瞬きをめでるのもまた一興、ようこそ飛び込みの儀の挑戦者様。はい、やります。なお、ゾナエネルギー一つの奉納書も。ご理解を。いいよ。儀式の参加者はゾナエネルギー奉納するが古くからの習わし。ゾナエネルギーの不足は深刻な問題。今晩の事情も鑑み、願わくばご協力をどうぞ。ちょっと私光ってますね、本当に。では開始位置にご案内を。35秒以内に全ての円環をくぐられよ。さっき何秒だったか、制限時間さっきのはなかったにしてもちょっとカウント見たかったね。いくよ。飛び込め。で、こっち先読みで動くよ。先読みで動いて、ただどっち回りで輪っかが動いてるかようわからない。後ろ、よし、いいよ。本番だからちょっと変わってるとかないよね、この辺でいいんじゃない。次最後か。ちょっと真ん中に打ったら戻る、真ん中にじゃないけど、なるべく真ん中いれば対応可能なので、よし、 OK。 あれ35秒って無理じゃね。あ、加速ってあった。加速しないとダメなのか。ただ降りるだけでは記録は40秒、時間オーバー、試練の達成は35秒以内が条件。コツは加速。はい、了解、やります。もう一回。では開始位置にご案内よと。そうだよね、そう簡単じゃねえよね。ただ動きがいいだけだったらそりゃ試練でも何でもねえわな。よいしょ、 GO。 R で加速だっけ、こうね。で、加速しすぎると輪っかがあれなので、ここ、よし、ちょっと厳しいな、ちょっと厳しいな、触れ、よし、 OK、 いく、よし、行ったの今ほんと早いな多分全部輪っかもググれたと思う。記録は26秒63。あなた様の勇気確かに見届けた。これはあなた様が一人前である証、どうぞお納めを。なんだこれ、グライドタイツ。下半身の各所に布を張ったタイツ。空気抵抗を上げることでダイビングの際に滑空しやすくなる。すげえ。あなた様ならば最速記録の25秒を更新できるやも。次なる挑戦を望まれるか。
これ、25秒突破するとどうなんだろう。ちょっともう一回だけやって、ダメだったら動画外でやっときます。惜しかったね。じゃあ25秒ね。いやでもな、むずいんだよなこれ。よいしょ。で、最初の輪っかの位置をこれで運が良ければってやつか。ちょ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 、行ったの今。行けたと思えなかったけどな。ちょ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 、待って。やっちまった。失敗しちゃー。これどうなんだろう、このまま落ちたら。コースアウト、回収するのでその場でお待ちを。超むずいんだけど。はい、失格。やめときます。じゃあちょっとこれやっときますんでね。運が良ければというか、ちょっと運要素も少しだけねある気もします。んでさっき落ちた時に見たんだけど、やっぱりここやばいね。あの、弾き飛ばされそう。なんかあの遺跡みたいなの見えたんだけど、ほら見えたけど入れんのこれ。ちなみにせっかく取ったから、これ、あ、これ上半身も欲しいな。やっべやっべ、なんだこれ。でも入れたわ。あら、何、リンクがはあって言ったんだけど。あ、ダメだった。あ、やっぱ迷いの森効果だな。じゃあどっから入るか、ちょっと待ってね。正規ルートが確かあった気はするんだ。コログの森、この辺か。サリア湖とかミード湖とか必要あったっけ。一回ここ降りるか。待ってね、マーカーつけていい？緑マーカーつけて、あっち側。え、無理だよな、あっち側でも。これ全体もやかかってるもんね。どっから入るんだ。ここの情報聞いとけばよかったかな。ダイビングスーツ。あらら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 ら、こうなっちゃうとダメなんだよな、多分。全然見えねえ。多分外に抜ければ、もう抜けてんじゃねえのこれ。ちょっと待ってね。抜けてるよね。ちょっと、危ねえ。これ一回陸に行かないとダメだな。あー、めんどくさいな。ちょっと待ってよ。いや、一回溺れるか。戻ろう。ちょっと一回上戻ります。どうなってるこれ。何の情報もなしに行けるのか今回。ハイラル大森林、やっぱなんかあれかね、条件解除しないと入れないのかな。もう一回ちょっとマップ見ます。あ、ここか。ここが入り口か。ごめん。じゃあ緑色一回消して、こっからなら行けそうだよね、さすがに。よっ、チューリ君の力を使ってあっちまで行こう。夕方になっちまった。あ、違う、朝だ。朝方か今。あれは朝焼けですね。桜が見えんだよな。なんか降りれそうなんだけどね、一見すると。なんだあそこ。そういえばあのキングギドラみたいなのもいて、まあ、それに関しては多分お見せしたことあったんだけど、まだちょっとね、マスターソード取ってからね戦い挑もうかなと思ってますんで、もう少々お待ちくださいね。さすがにこの状態で挑むほど私も無謀ではないので。うん、入れそうだな、あそこからなら。ちょっとまた頑張りが足りなくなると思うので、もう一個頑張り薬を食べて、よし。うん、ここなら多分
ギリギリ大丈夫のはず。ただちょっと足場が見えねえ、怖いめちゃくちゃ怖いんだけど。もうちょっと奥行くよ。え、こんなにもやあったっけ。よし、オッケー、着地。さあ迷いの森入っていきますか。もう本格的な迷いの森だねこれ。何にも見えない。あ、でももともとこんな感じだったっけ。ちょっとでも悪化してる気はするな。で待ってね、武器大丈夫だね。よし、迷いの森。あ、ルートわかんねえなこれ。ルートなんだっけ、木見ればわかんだけど。あ、ダメだ、戻された。はあ、これ近場の馬宿かなんかに聞かないとダメかな。一回戻っていい？ちょっと待ってね。でも、わかんねえんだよな。入り口付近に多分、話聞ける人いると思うんだけど、いや、前作の覚えてればよかったな。なんかお化けの顔した木があったりしたとも思うんだけど、ここでも復興作業しようとしてたんだね。復興建築用資材置き場。困った時にはご自由にお使いくださいと。近場に馬宿があればいいんだけど、なかったっけ。入られるトマトゲット。馬宿どころじゃなかった、これ大穴あったわ。なんだなんだなんだ。ああ、木か。これ木めんどくせんだよな。ちょっと待ってね。なんかでかい私剣つか、これだ、黒ボコブレードでちょっと切っちゃおうかな。ズン、2回切れば倒せる。よし、避けて、よし、ラッシュ入った。ゾンゾン、オッケー、倒しました。ゴーゴートカゲー、ドンドン。でコログの葉、コログの葉で風でもや飛ばせねえのかな。滑空だ、飛んでるよ。これ魔物の基地か。確かにちょっと物騒になってきてんなこの辺。にしても近場に馬宿とかはないか。ちょっと待ってね。あっちなんかゴーレムじゃねえや、焚き火してんのか。あの煙は馬宿っぽいな。違うのかな。うん、悩ましい。でも今のこの情報じゃ戻れねえからな。あ、大妖精の大妖精のいる形跡がありますね、あれ。あっち行ってみよう。そしたら多分大妖精の近くには馬宿があると思う。あっちか、馬宿は。ポッポポッポ出てる。この大妖精も多分あれでしょ、音楽隊がいないと出てこないよみたいな言いそうなんだけど。よし、ちょっと話聞いてみよう。あなた魔物ですわね。私の服を強くする祝福を狙っているのは分かってますことよ。この世は正気に満ちた魔物の世界になってしまったと聞きましたわ。もう楽団のバイオリンの音色も聞けないことでしょう。あの美しい音色がない世界なら私は一生つぼみで過ごしますわ。せっかく馬宿の近くに身を移し旅人たちに祝福を授けようと思っていたのに。せめて楽団のバイオリンの音でも聞ければ外に出る勇気が持てるかもしれませんが。そういうことね。ちょっとまだ楽団の方何も、進展をしていませんので、あの馬宿で多分ねハイラル大森林の情報得られると思いたいんだけど。っていうかリンクもさ、一度のみならずハイラル大森林っていうかコログの森行ってるだろうしさ、
コログちゃんたちもリンクのことをこう入れてあげてほしいんだが。はい、スキップ。ごめん、ちょっとこれは後で動画外でやっときます。もうだいぶ時間がね消費してしまったので、急いでちょっと馬宿で話聞いて、何にもなければちょっとそれはそれで問題なんだがまた新聞やりますね。ちょっと話聞いてみっか。大王星様がお姿を隠された、夜のことをもう少し詳しく聞かせてくれないか。あ、バイオリン持ってる。はい、あれは天変地異が起こってしばらくした頃だったと思います。急に大王星様のお姿が見えなくなったので心配で様子を見に行こうとしたら事故に遭いまして。ひどい話なのやん。金色の髪をした女が急に僕らの前に飛び出してきて、ああまたゼルダもどきだ。馬はびっくりして逃げちゃったし、何より僕ら楽団の一員と言っても過言じゃない。大事な大事な僕らの馬なり号の車輪も壊れるしで大惨事なのやん。これがないと演奏に必要な道具も運べないのやん。まあ幸いにも怪我人はなかったのですが、あれから大王星様は何かに怯えてらっしゃってつぼみに隠れになったままなんです。きっとあの女が大王星様に何かしたのやん。絶対そうなのやん。僕らにごめんなさいもなくシティの方に逃げていった悪いやつなのやん。まあ理由は何にせよ大王星様は私たちの演奏で元気づけてあげたいのですが、演奏に必要な荷物を運ぶための馬なり号がこれじゃ。なるほど、金色の髪の女性か。これはもしや、ん？おお相棒、なんだ来てたのか。ちょうどいい、早速で悪いが仕事だぜ。ここにいる楽団員たちの話によると、この馬宿の近くにいる大王星様がつぼみに閉じこもってしまったらしくてな、その原因に金色の髪の女性が関わっているかもしれないんだ。俺はその女性がゼルダ様なんじゃないかと思ってる。無論相手が誰であろうと新聞に嘘は書けない。せめて大王星様に事情を聞きりゃな。わかった。おっと、せいてはネタを取り逃すってね。大王星様のことぐらいは頭に入れておいてくれ聞けと。この道を登ったところに色化が漂う大きな植物が見えるだろう。あれが大王星様のいらっしゃるつぼみだ。楽団の音色を大層お気に召されているらしく、最近馬宿の近くに来られたのも楽団の演奏を聞きに来たんじゃないかってもっぱらの噂だそうだ。大王星様は旅人に守りの福を与えてくれるとも言われていて、馬宿にとっても大切な存在なのやん。早く元気になってもらいたいのね。そうね、どうにかして大王星様のところへ向かう方法を考えないとだけど、馬も逃げちゃったし、肝心の馬なり号も壊れちゃったし困ったわね。はい、了解です。車輪直せと。代わりの車輪めちゃくちゃあるな、これ使わせてもらおうむしろなんで車輪があるんだよってちょっと思うけどね。危ない。危なくねえよ。さあくっつけますか。これちゃんと角度気をつけないと。失敗してるしまってね。これ方向ないよね。なんで、なんでなの。ちょっと待ってね。よいしょ、ぶっ壊れちゃう、ぶっ壊れちゃうちょっと待ってね、角度変えてちょっと横にしないと見えづらい。あ、これで OK だ。でこれもちょっといただいて横にして、これでいいはず。よし。で、あと馬っつったよね。馬はどう？お前ら頑張れよ。はい。向かう方法はないものかしら。馬宿にとっても大切な存在なのやん。それで元気になってもらいたいのやん。はい。運んであげる。え、本当に？ビオラン、馬なり号になんかついてるのやん。もしかしたら動くようになったのかもやん。この方の気が変わらないうちに乗り込むのやん。馬って多分私自分の馬使うんだよね。ちょっと待ってね。どうすればいいのこれ。馬宿から自分のじゃ馬を、なんかキノコがある。剣だけか。これ料理してないよね。どうもー。あ、そうだ、この人じゃねえや。その格好調査隊の方じゃなさそうですし。旅人さんですよね。旅の途中で新種の生き物を見かけたりしませんでした？何それ。
ああ、その反応は知らないってことですよね。今馬宿協会は新種の生き物の話題で打ち切りなんですよ。クマでもサイでもない巨大生物がいるんじゃないかって。足跡の絵を飾ってる馬宿もあるみたいですし、単なる噂じゃないと思うんですよ。旅人さんももし新種の生き物を見かけたらぜひぜひ教えてくださいね。キングギドラモドキかな。まあまさか違うよな。ようこそ、ここは森の馬宿です。いつも馬宿のご利用ありがとうございます。当馬宿の利用初めてなので、馬宿ポイント1ポイントお渡しします。すいません、まだ特典全然受け取ってないんだよ。おや、リンクさん、ポイントが溜まっているようですよ。特典の受け取りをご希望でしたら、後ろにある台帳窓口から私をお呼び出してくださいね。それでは改めていらっしゃいませ。ちょっと待って、じゃあ分かった。洞窟の中、溶岩残っていて灼熱と。ゴロンシティはまだ行きません。ちょっと台帳確認、特典をもらう。はいはい、少々お待ちください。うまいどポイントの特典をご所望ですね。こちらは3ポイント特典の引っ張りハーネスになります。あー、馬の鞍とセットになった高強度ハーネス、資材やに、荷車をハーネスの。これ危ね、もらっといてよかったわ。これなかったらできなかったね、今回の。こちらはバグの一種でして、ハーネスがあれば様々なものを連結できますので、荷車やリンクさんのがお持ちのアイテムなんかもつけていただくことができますよ。さらにさらに、こちら5ポイント特典の馬神様の記事になります。おお、ハテル地方にあるハテの村の染色屋さんが布を使った新しいサービスを始めたそうです。ハテの村に立ち寄る機会がありましたら、ぜひその記事もご活用くださいませ。まだございますよ。7ポイント特典としてマーロンベッドを解禁させていただきます。マーロンベッドは普通のベッドより元気になれるだけでなく、馬の神マーロン様のご神託が得られると、お客様の間で大好評な特別なベッドなんです。あと2ポイント貯めていただければ、所有馬の登録数の上限が1枠追加となります。今後とも馬宿をご引きにお願いいたしますよ。了解。ハーネスってどこに行った？あ、ここにあるんだ。どうやって出すんだろう。どうも。さあ、馬を連れ出します。あ、エポナいる。あれ、エポナ2匹もいるな。あれ、なんでなんでエポナ2匹もいるんだ。あ、2つデータ、え、あるから。あれ、エポナって1匹だよな普通。まあいいや、エポナでいいよ。たまたま2つ出たのかな。これ確か前作の馬は引き継ぎされてたはずなので。 お待たせいたしました。よろしければお連れの馬に装飾を。おっと、すみません、お連れの馬に見合った鞍や手綱は他に用意がございませんでした。装飾せずともありのままの姿で十分素敵だと思いますよ。またのご利用お待ちしております。エポナはダメらしいんだよね。あれ、っていうことはこれつけられない待ってね、つけられないっぽいよね。あ、わかったわかった。あ、ごめん、ミスった。馬を預ける。はい、エポナ預けます。で、馬を連れ出す。マーブル君行くか。こっちか。ハイラル君にするか。ハイラル君は、懐いてねえな。タバンタ君もダメ。いや、やっぱマーブル君だ。よし。マーブルでいいよ。さあ、マーブル君。はい、お待たせいたしました。せっかくでしたら、ハーネスを装飾します。ハーネスをお付けしますね。これにてハーネスの取り付けは完了です。ハーネスに荷車なんかを取り付ければ大荷物を運ぶこともできますので、ご活用くださいね。はい、変更したくなった際いつでもお申し付けくださいと。口笛ってご存知ですか。離れたところにいる所有馬を呼ぶときは口笛で呼べば飛んできてくれますよ。はい、了解。ただあまり離れていると馬には聞こえませんのでご注意くださいね。はい、お待ちしておりますと。さあ、行きましょうか。行こうぜマーブル。この子はもう懐き具合マックスなので、どこにくっつければいいんだ。ちょっと待ってね。ブレーキブレーキ、ちょっと、はい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 、ブレーキちょっと待っててね。で、降りるのって B でもいいし、あれなのか。で、これでくっつけますね。これでいいんだろ。オッケー、連結。じゃあ行こう。マーブル行くぞ。
これさ、この音楽隊って2人しかいないのかい？大妖精様はバイオリン、こっちの大妖精様はバイオリンで、リトの方にいたのって何聞きたいって言ってたんだっけかな、なんか言ってたと思うんだけど。敵出なきゃいいけど。私の運転は荒っぽいぞ、覚悟しろよ。ちょ。 OK 到着。ありがとう。ここまで来たらもう大丈夫よ。さあ団長、演奏準備よ。大妖精様のために心を込めて演奏するのやん。今回大妖精会になっちゃいましたね。コログの森っていうか行けなかったな。これででも服の強化ができるようになるので、あんな真ん前で演奏するんだね。さあ顔を出してくれるはず。来ました来ました。てかこの大妖精様ってリンクだけじゃなくてみんなにも顔出してくれるんだね。来たよこいつ。テーラですね、テーラ。ヤッホッホー、ヤッホッホー。やんやん、おお見ろ、ビロ、ビオラン大妖精様がお顔を出されたのやん。え、なんという神々しいお姿。はい、どうした？お、あ、やったな相棒。つぼみが開いたのが見えて急いで飛んできたんだ。これが大妖精様。はあ、ふう、心地よい音色に誘われてつい顔を出してしまいましたけど、ゼルダ姫から聞いていたお話と随分違うじゃありませんこと。この世は正気で満ち魔物の世界になるって言うから隠れてましたのに、うん、でもでも今考えるとあのゼルダ姫からはなんだかとても嫌な気配がしましたの。夜で顔もはっきり分かりませんでしたし、もしかしたら人違いかもしれませんわね、うん、ゼルダ様のようでゼルダ様じゃない、そんなことがあるのだろうか。この件思ったよりも闇が深いかもしれんな。しかし大妖精様が目覚められたのはビッグニュースだ。急いで記事にしないとな。これで俺たちが真相を明らかにしたゼルダ様にまつわる噂話は2件目か。これは今回の相棒の取り分だ。はい、ありがとう。あとはこれも三葉さんからだ。お、新聞社の記事。ハテール地方にあるハテヌ村の染色屋が布を使った新しい商売を始めたらしく、この布を持って取材にでも行ってきたらなんて言ってたが、要は相棒が俺たち白爪新聞社の仲間として正式に認められたってことだ。たく三葉さんももっと素直になればいいのに。まあそういうことで改めてよろしく頼むぜ相棒。俺は一足先にこの話を社に持ち帰るとしよう。読み応えのある記事になりそうだよ。サラバード。さあ戻っていきました。団長、私楽団が解散したのは私のバイオリンにみんなが愛想を尽かしたのかと思ってました。そんなわけないのやん。ビオランのバイオリンは大妖精様の心をも動かす最高の音色なのやん。私自分のバイオリンに自信を持つことができました。他の大妖精様もつぼみに閉じこもってしまわれたと聞いています。私、いや私たちの音楽で元気になってもらいましょう。やんや、それはいいアイデアなのやん。馬なり楽団再結成なのやん。旅の方、ここまで連れてきていただきありがとうございました。今は2人しかいませんが、私たちはまだ、また楽団としてやっていけそうです。いやいや、そうと決まればビオランすぐに支度をするのやん。急いで目覚めていない大妖精様のもとへ向かうのやん。はい、コンプリート。楽団員っていうかいないのどうするんだろうな。はい、お取り込み中のようでしたのでそっと泉に戻ろうかと思いましたが、何やら妹たちを元気づけてくれるってお話でしたから待ってましたわ。私たちは4姉妹。私たちの妹たちも怯えてつぼみに閉じこもっていると聞いていますわ。あ、場所を教えてくれるんだ。ヘブラ地方にある。はい、これ知ってます。ウマエド付近にいるシーザー。はい、西ハテル付近のクチューラ。
大丈夫かと心配してましたけど、あの楽団の方たちの話を聞いて安心しましたわ。あなたもつぼみを見つけたら声をかけてあげてちょうだいな。そうだ、せっかくだしあなたの服強くして差し上げましょうか、うん、少しだけ強くして差し上げられますわよ。はい、強くする。ですね、じゃあこれボコブリンの角でいけんのか。ちょっと強くしとこう、うん、はい、強くしまーす、うん、いつものやつやりまーす。まあこれは1段階目ね。どんどん度が過ぎてくるんで、あの大妖精様の。さあ5になりました。完成、我ながら完璧な仕上がりですわ。でもどうせならもう1段階強化してみたらどうかしら。2回強化した服で全身揃えると新たな力が生まれることがありますわよ。強くします、うん、そしたらこれ多分大妖精様は2人解放しないと2段階目できないんで、まあとりあえず第1段階目これハイラルの服と、ズボンも上げておきます、うん、はい、強くします。じゃちょっとスキップするね何回見てもしょうがねえからな。はい、完成でございます。でズボンも。ちなみにゾーラはリザルフォスかで、リトは赤チュチュね。でこれはオパールとゾナニウム。まあいいさ。はい、ハイリアンのズボン強くします。オッケー、強化しました。はい、カチコチに強くなってございますわよ。これでオッケーです。はい、私たちの私の妹たちも怯えてつぼみに閉じこもっているようでございます。この先大きなつぼみを見つけたら、素敵な音楽を聴かせてあげてください。妹のシーザーはここから南西にいるゲルド地方近くの馬宿に行くと言ってましたわ。それでは私は帰りますわね。また会う日まで。まあ、ここにいてくれるんでしょう。大妖精様の近くってあのちっちゃい妖精湧くことがあるんだけど、この汚い水では無理だなじゃあ楽団員たちはその大妖精様の泉の近くに多分陣取ってくれてると思うんで、ただ多分楽団員は楽団員で悩みが多分また出てくると思います。で待って、あれ私馬出したけどあの馬どこ行った。おいで、あれ帰っちゃった。私のマーブルちゃんは。それかあの楽団員持ってったかさあ、じゃあコログの森について何か知ってる人いそうだったら話を聞いていきたいんだけど、これはおや、これはこれはお出かけでございますかいの。もしお前さんもゴロンシティへ。違います。でしたら妙な岩を持ったゴロン族にはお気をつけくだされ。何妙な岩って。ゴロン族というのはもともととても温厚で働き者の部族なんですが、最近は若者が全く働くなったばかりか旅人を騙す輩なんかもいるようで、被害に遭った旅人の話によるとそのゴロン族たちは妙な岩を持っていたとか。お前さんも妙な岩を持ったゴロン族にはお気をつけくだされ。了解。旅人さんたちの安全をお守りするのも馬宿の役目。何か困ったことがあったらまたお立ち寄りくだされ。誰かコログの森について知ってる人いませんかね。誰もいなさそうなんだが、この人何、すげえ格好してる。シルツメ新聞の最新記事はと。まあいいや、誰も知らなそう。困ったな。洞窟行こうかなと。俺らの荷馬車が完成だ。ダメだこれそしたらどうすっかな。行けないことが分かったっちゅうだけでもいいのかな、コログの森。でも行きたかったな。ちょっとすいません、今回グダグダで終わりましたが、まあ大妖精様解放したということで、まあ動画としては一応成り立つかなというところで以上にさせていただいて、で次回、いや次回こそはちょっとすいません、もう申し訳ないけどちょっと調べさせていただいてからちょっとコログの森行ってみたいと思いますね。じゃあごめんなさい、次回今回果たせなかったコログの森行ってみたいと思いますね。よろしくお願いします。では皆様ご視聴ありがとうございました。またね。